のテーマに移りましょう。ただでは終わらない平成29年と来たる年というテーマで話していきましょう。はい、これはまあそろそろですね、まあいろんなメディアもこれはまあ今年に限ったことじゃないですけど、年末ね、はい、この年はどうでしたということをやって、1週間ぐらい経って年明けになるとその年の展望というのがまあ大体通例のパターンなんですが、まあ当然ですね、この頑固亭としてはまだ年内2回ぐらいあるんですけど、富岡先生のとしては今年最後ということなんで、まあ富岡光一郎が見たですね、この平成29年ということをちょっと語っていただければと思うんですが、わかりました。今日ちょっとここに飾っていただいてるんですが、私が編集長をやってまいりました表現者76号なんですが、まあこの号でですね、実は評論家の西部進先生、今まで顧問をやっておられましたが引退されます、はいはい、それから私も編集長が変わりましてですね、今度、まあ、2月隔月間で発売しておりますので、2月16日発売の次の号からは、今ですね京都大学の教授で内閣官房参与をされております藤井聡さんが新編集長に、はい、就任されます。国土強靭化論っていうのをやってる方で、はいはいはい、まあこれまでの表現者をですね引き継ぎながら、さらに具体的にですね新しい保守の実践ということで展開していきたいんですが、まあまあ私の最後のこの編集長という、まあ私ももちろんここに関わっていきますけれども、このテーマがここにありますように世界大分裂の中の日本ということで、まさにまあ今年ですね、まあ今年に始まったことはないんですけども、この数年間ですね、やっぱり何が起こっているかというと、まあ今までのアメリカの一極支配から本当に世界が多極化してきたと、まあ、特に我が日本としてはですね、朝鮮半島のですね、はいはい、まあ、北朝鮮のミサイル核開発という、まあ、大変危機的な状況が、まあ、この平成29年という年を振り返ると大きくこうせり出してくると思うんですね。で、実はこれは私もまあ表現者編集長をですね、12年余りやりましたけれども、もう12年前から大体こうなるであろうということは予測されましたし、まあ私自身は大体2020年っていうのが、まあ、中国が非常に膨張してきてですね、さまざまなこの危機が日本に来るだろうと、まあ、台湾に対する中国の侵略も含めたですね、ものがあると。まあ、そういうことはもう十数年前から予測されていたにもかかわらず、残念ながら我々日本人がですね、これに対して十分対処してこなかったという、うん、そういう危機の深まりのまさに今年であったし、ね、来年はさらにですねそれが、大きな問題になってくるだろうと、まあ、今回のこの76号もですねサブタイトルで、改憲から核武装までというふうにあえて、設定しました。まあ、憲法改正、これはもう当然もう本当に日程に上がっている事柄ですけども、はいはい、まあ、きちんとこの占領憲法ですね、占領下に作られた敗戦憲法を改正して、そしてどういうふうに日本が真のですね、まあ、独立国家として国防をやっていくかとなると、これはもうはっきりと言えば、まあ、非核三原則の見直しのみならず、その自衛核ですね、核抑止ということを本気で日本人がですね国民的議論に訴状に上らせていくというね、もうそういう段階にも来てるんじゃないかと思って今回こういう特集をやりました。まあそういう意味でも本当にただでは終わらないこの危機と困難というのがですね今訪れているということは言えると思いますね。もう今富岡先生おっしゃったようにね、まあ12年前の段階でも中国が膨張するということは、はい、これは分かってたんですよ。分かってたんですね。もちろんね、トランプさんが大統領になるとか、はい、あるいはこういう妙代わりがね、はい、あるなんてことは、これは想定はもちろんほとんど誰もしてないんですけど、うん、中国の膨張だけはね、うん、これはちょっと分かってる人みんな分かってて、うん、それがウェルカムという人は別ですけど、はい、それに対して危機感を抱いてる人が、うん、少なくとも日本では半分以上いたはずにもかかわらず、うんうんうん、
結局そのままこうなってしまったと、うん、ね、いうことですね。まあ、人民解放軍が台湾を、はい、まあ、飲み込むのが、はい、2020年あたりがよろしいということは、はい、もう中国の、ね、はい、中ではずっと言われてきたことですから、そういうことですね。まあ、当然尖閣の問題もそうですし、はいはい、南シナ海ですね、どんどん埋め立てて基地を作っているというこの状況を考えればですね、本当にそのもう10年以上前からのもう分かってたことがですね、今こういうふうに眼前の目の前にそういうことが起こってるっていうね、これが今の状況だと思いますね。それと、うん、中国が怖いぞということは十何年前からも分かって、うん、あるいはもうちょっと前からも分かってたんですけど、習近平がね、はい、これだけ、はい、その個人としてその独裁者の野望をむき出しにするってことはさすがにちょっと ね、そうですね、十数年前だったら胡錦涛なんかの方がまだ、はい、なんていうのかしら、はい、西側的な論理でね、はい、多少わかる人だったんだけど、はい、もう習近平さんは全然その範疇の人じゃないでしょ。ないですよね、はい、やっぱりそれは世界のこの多極化分裂っていうことが、ね、はいはい、非常に大きいと思いますね。そういう意味ではね、まあ、もちろん個人的なあのあれもあるけれども、はい、その客観情勢がね、客観情勢ですよね、はい、まあ、やっぱりアメリカの世界支配っていうものが相対化されてきたってことは、はいはい、まあ、もちろんアメリカの軍事力とかはね圧倒的なものだけども、しかしそういう状況がはっきり今来てるのは確かですよね、はい、まあ、まあその意味では中国中華帝国の大きな野望っていうか、はいはい、まあ、一帯一路ももちろんそうですけれども、それがはっきり出てきてると。だからもちろん北朝鮮問題ってありますけど、はい、結局北朝鮮問題も中華帝国の、はい、動きというか中でやっぱりこの複雑な関数としてね、はい、見なきゃいけないことだと思うんですよね。だそうなると日本が何をやるべきかということですね。もうこれにまあかかっていると私は思いますけどね、うん、でも憲法改正に関してね、はい、自衛隊を認知する程度は改正じゃないとかいうようなことを言う人もいるけれども、うんうん、私はね、できない100の理想よりもやっぱりできる一つのことということと、うんうん、それからもう一つはね、たとえ不十分であっても憲法改正をするというメッセージを世界に発する、特に中国や韓国に対してね、この発するということは大きいと思いますね、うん、そうですね、で憲法改正というのは何も一回ポッキーじゃないわけですから、うんうん、微動だにしなかったものがね、はい、ちょっと動けばそこからやっぱり弾みというのはつくわけですよ、うん、だからね、逆に言えばこの程度の改正もできなかったら、うん、もう二度とできないというね、うんうん、ことでしょうね。そうですね、やっぱりこれはもう戦後日本の最大のやっぱり問題であって、はい、まあそれこそ前も申し上げたけど、三島由紀夫がね、はいはい、昭和45年、はいはい、1970年にね、はいはい、自衛隊で訴えてですね、もう本当に半世紀近くが経ってるわけですよね、はいはいはい、ですからもうこの憲法9条というものを本当にどう改正するのか、まあ皆さんあれですか、その第3項ということで、はい、よろしいという感じですか。もういや、うん、もちろんよろしくないですけど、はい、ただ、はい、一つ一つやっていかなければいけないということとね、うんうんうん、時間がないんですよ、うん、つまり安倍政権は 来年自民党総裁再選されると、うん、はい、2021年までは大丈夫なんですけど、はい、再来年ね、うん、もう来年のと来年ですよ、はいはいはい、その参議院選挙があるんですよ、はいはい、でこの参議院選挙というのは半分ずつの改選ですけど、はい、今度の改選組というのは平成25年、うん、つまり第二次安倍政権ができて自民党がものすごく勝った時の改選なんですよ、はいはい、ということは当然減りますよね、はい、減るとまあ3分の2を割っちゃう可能性があると、うん、そうすると最大限ですね、まあ、今だったら改憲勢力あるわけですよ、だから国民投票が国会発議以上に難しいんですけど、うん、それ以前に国会発議もできるかどうかというのは、うん、その参議院にもよるから、うん、参議院の選挙前にどうしてもやりたいんですよ、うん、とか参議院選挙は再来年の、まあ、6月とか7月ですから、うん、そうするとその前に身を代わりがあり、それから統一地方選挙もあるんですよ、はいはい、そうすると日程的に再来年は無理なんですよ、うんうんうん、そうするとね、来年1年しかないということなんですね、うん、つまり来年が勝負の年と、はい、ですからそこでね、うん、また9条2項の他のことまで、うん、9条2項とかやってると、うん、ともかく時間がないということですから、うん、まず一歩、うん、これ自転車みたいなもんで最初走ればね、うんうん、
あとはということなんですね、うんうんうん、ですからもう、私自身も大体安倍さん自身がこんな程度じゃ不満なことは、うん、ご本人一番不満でしょうけど、うんうんうん、まず世界に日本は変わるということの発信するというメッセージ性と、うんうん、そして実績ですよ、うん、だから会見のための会見と言われてもそれはそうなんだということで、うんうん、ともかくやるということじゃないでしょうかね、うんうん、私はね、はい、やっぱりその前もちょっと申し上げたかもしれないけども、はい、まあ、本当にできれば2項ですね、もちろんもちろんこれを、はい、改めるってことがね、はいはい、陸海空軍これを有しね、はい、きちんと防衛のための自衛隊をここに立てるという、はい、まあ、まさに県軍の本義を明確にするということは、はい、必要だと思うし、はい、どうでしょう、まあ、国民がね、はい、やっぱりそういう議論をすれば、はい、そういう方向に行くのかどうかというですね、はい、ただその時間的な、ね、問題なんです、まあ、ありますよね、うん、それとね、佐波さんね、うん、日本人ってね、うん、一回ハードルを超えると意外に抵抗感がなくなるんだよ、うん、前例ができるっていう、うん、これね、私も何回もこの番組でも言ってるけど、例えばね、うん、まあ、憲法改正に比べればマイナーな問題とはいえ、うん、PKO なんてのが揉めた時にね、うん、もうすごかったんですよ、うん、ところがあの法案が通っちゃうと、今自衛隊がどこにいるかほとんどの人は分かんないような状態でね、これもともと会見してなかった方がおかしいわけで、ただもう異常なまでの初体験に対してのね怯えみたいなのがあるわけ、それが一回クリアしてしまえば、だからその意味ではね、安倍さんはもう考えに考えて今の日本でできる範囲で、しかしここから先に開かれるぞというね、絶妙のところをついたのが、私この自衛隊名義だと思うんですよ、うんうんうん、でもうね、うんうん、先生がおっしゃるまでもなく、安倍さん自身が一番思ってるはずなんですよ。ただもうできない理想を、それも永久にできないわけじゃないですよ、うん、できない理想を言うよりもまず今一歩踏み出してということだと思いますね。ですからやっぱりミサイル防衛のね、はい、問題もそうですし、はい、やっぱりこの全体のね、はい、日本の在り方っていうのを、はい、まあ、今度表現者の編集長になれる藤井聡先生はね、はいはいはい、やっぱり官房参与として内閣をね、はいはい、やっぱり国土をね、はい、日本の国土強靭化、これは単にその防波堤作るとかね、はい、そういうそういう発想だけじゃないんですよ、やっぱり、はい、都市と、はい、例えば東京と地方とのその格差のバランスとか、さまざまな意味でやっぱりそういうことをね提案されててね、やっぱそういう意味では日本の国土全体をこう一つ強くしていくっていう、まあ、その根幹として安全保障っていうものがね大きなテーマとしてあるわけで、これはもう単に、まあ、佐波さん予備自衛官ねなさってるけど、もう自衛隊にただ任せてるってやつで、我々国民のねやっぱり生き方っていうか生活の仕方っていうか国土への考え方っていうね、まあ、そういうものがねこのまさに今年、そして来年来たる年にね、問われてくるんだと思うんですよね。そうですね、うん、本当にこの国土っていろんなものがあって、やっぱりこう、うん、そのミサイルが落ちたりだとか、うん、いろんなことが危機が迫ることによって、うん、すごく重要な危機が迫ると思うんですね。そうですよね。で、一番私が危惧しているのはやはり原子力発電所に、はい、まあ、その航空機だとか落下物が落ちてくるっていうことをすごく心配してて、はいはい、で、いろいろその原子力規制委員会は、うん、原子力発電所に航空機などの落下物が落ちてくるものに対しては対策は取ってるっていうことは発表してるんですけれども、うんうん、でもこの間原子力規制委員会の委員長さんが、はい、航空機は落ちてくるものには対処していても、うん、ミサイルなどの対処がそんなにできていないっていう発言をされていて、うん、で前にその九州電力と仙台原発もやはり同じように航空機には対応できるミサイルには対応できていないって発言をしてて、そうするとテロ対策はできてもミサイル対策ができていないっていう、こう線が引かれてるんですよね。そういう部分の国の要所施設に対する対策っていうものを個別にやってもらいたいなっていうのも国土強靭で取り入れてもらいたいなと思います。ただもちろんだからそれはミサイルを撃たせないっていうのかね、やっぱりそういう敵にね攻撃の隙を与えないっていうね、これのやっぱり抑止力っていうのは非常に重要だと思うんですよね。巡航ミサイルのね、はいはい、配備もそうですし、から先ほどちょっと申し上げた、まあ、日本はこの核兵器っていうとどうしてもね広島長崎があって核アレルギーとも言われてますけども、しかし逆に世界で唯一の被爆国だからこそ核抑止ということの重要さですよね、はい、これをね
このまさに世界が多極化してバランスオブパワーのこうしっかりやっていかないと時代にね、やっぱり被爆国だからこそ核戦争 を絶対にさせないというね、そういうやはり戦略がねものすごく大事だと思うんです。だから核兵器、核のね悲劇っていうか悲惨さっていうのは日本人が一番よく知ってるわけですよ。だからこのままだと2度にわたって悲劇がね、来る可能性があるわけです。そうなんですよね。だから、ね、そのことはものすごく日本人はね本当に腹を据えて、ね、歴史と考えて先をね見て本当に選ぶべき道は何かってことも考えなきゃいけない。それから今佐野さんおっしゃった、まあ、原発の問題ね、これいろいろありますけども、やっぱりこの今のこのエネルギー問題ですよね。このやっぱりエネルギー問題っていうのはこれはまさに国防の問題になります。だからこのまま原発をね稼働を停止しておいていいのかっていう、これはまあ国府のとんでもない投資になるわけですね。どん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 その国府がそがれていくと、といってじゃあエネルギー自然エネルギーに転換するわけにはすぐにはいかないわけじゃないですか、はい、じゃあ我々は原始生活に戻るか、そんなことはできないわけですよ。それからまたさらに中東がね、はい、今度はそのイスラエルのことで揉めることはもう目に見えてますからね。そうですね。私も定期的に今原子力発電所がどれくらい稼働しているのかっていうのを調べてるんですけど、12月9日ぐらいの段階で調べた時はまだ4基しか動いてないっていう状態で、国内にいくつか の、はい、原子力発電所がある中でまだ4基しか動けてないっていう状況なんですよね。そうすると本当にエネルギー問題っていうのが本当にその CO2 の排出なんかも含めてすごく大きな問題になってくるなと思います。だから本当にこれね原発のね、はい、ああいう裁判なんかもそうですし、まあ、日本の中のというか日本の外の中も含めた反日勢力がね、うん、反日勢力がああいうことをまあ演出してるわけですよ ね、 それとね反原発というね、はい、まあ藤井聡さんが、まあ、今度編集長になられるということであればね、はい、ぜひ富子先生藤井さんに聞いていただきたいのは、まあ、藤井先生の言うところの国土強靭化というのはその土木工事的な意味でのね、まあ、強靭化でそれも主に結構なんですけど、それ以前にね、まあ、北海道に代表されるように、うん、今国土がどんどん散奪されてるわけですよ。一応合法的な形とは言ってもね、はいはい、でそれがその資本の論理だったら、はい、不景気になったら売ったりするわけだけど、はい、だからその銀座とか日本橋とかその都心が中国人によって買われてるのはね、うん、これは資本の論理かもしれないけど、北海道とかあるいは離島なんてのはもう日本人も買わないようなところをせっせせっせと買ってると、うん、いうことはね、完全にこれある種の中国の国家意思なんですよ。そうですね。そうするともう戦わずして国土を奪われちゃってるわけ。だからこれね、国土強靭化以前の話なんですね。でこれはね、今のところ、まあ、自民党だと高市早苗さんなんか前からそういうことを継承を乱打されてるんだけど、遅々として進まないんですよ。確かにこう国土防衛っていうとどうしても、うん、その他国からこう攻撃を受けて、うん、その土地が壊されるっていうイメージを持ってしまいがちなんですけれども、むしろ そのやり方だと綺麗なままでこう持ってかれてしまうということですからね。実はこの次の号の座談会をすでにやったんですけども、はいはいはい、私がそこで申し上げたのはね、北海道ですね、はいはい、明治近代化以降に、まあ、大地をねフロンティアでやったわけです、はいはいはい。で札幌農学校、今の北大ですね、できて内村勘蔵とか三戸稲造がね、まあ、2期生で行ったわけです、はいはい、クラーク博士のね、ボイズ・ビー・アンビシャス。それで内村勘蔵の弟子だった雪印の創業者のね、はい、黒沢鳥蔵っていう人がですね、はいはいはい、剣道県民って言ってるんですよ、はい、健康なる土地ですね、はい、そして健康なる神が生まれると、はい、だからね、今日本にとってまさに藤井編集長も言ってるんですけども、その単に土建のもそういう公共事業の問題なくて、その土地を本当に自分たちの土地としてね、守ろうと、この剣道があって、ね、健全なる民が、はい、民族がねそこにいるんだっていう、まあこの剣道県民の思想をしっかりと、まあ、表現者でもやっていこうと。でやっぱり地方の再生っていうのもね、そういうことが必要なんですよ。これはお金の問題だけじゃなくて、そういう意識がねものすごく大事だということで、まあ、そういう議論もね、はい、していかなきゃいけないと思う。まあ私もこの間北海道実は行ってきたんですけども、本当にそういう中国の買い占めがあります。うん、そういう意味では
これは北海道のね心ある人はもう本当にこれは心配してるし心痛めてるし、はっきりとそういうものに対して対策をしていこうということを今やってますけれどもね、うん、ただこれはね、うん、その売らないのが一番ですけれども、うん、その売れない土地なのよ、うん、でそこを日本人は買わないのに中国だって、うすうす中国だと分かってても、うん、売っちゃうんですよ、うん、いやね、なぜ日本人も買わないような土地を買うかというと全然目的が別のところだと、うん、そこで商売をするとかじゃなくて、うん、本当単純に国土がどんどん奪われていってる、うん、だからこのままだと北海道が中国の第何十番目かの省になってしまうという、これね、うん、大げさじゃなくて、うん、そうです、ね、直接侵略よりもそっちの方がよっぽど可能性が出てきてるんですよ。ひっくり返せないですもんね、うん、そうそう、で資本の論理で買ってたらね、不景気になればそれは売るかもしれないけど、うん、国会費だったら絶対売らないもん、うん、ということはもう上げちゃったのと一緒なのよ、うんうん、だからできるとすれば法的規制しかないんですよ、うん、そうですね、うん、いやだからその東京オリンピックとかね、まあそういうので、はい、外国人の観光客を増やそうってね、はい、僕はねそれ自体悪くないと思うけど気をつけなきゃいけないと思う、はい、そういう時にね、うん、もうとにかくね北海道行っても中国人ばっかりですよ、うん、本当に、まあそれは観光客だけど、うん、でもねそれじゃ済まないっていうことがね出てくると思いますこれからね、うん、これはね本当に観光だけで済まないぞと、観光客が増やせばいいんだとかね、まあそんなこうねのんきなことをね言ってられないよっていう意識をねやっぱり持つべきだと思いますね。本当にこれね、うん、本当にね北海道の実情を知れば知るほど、うん、本当に不気味です。一体何のためにこんなところを買ってんだと、うん、本当そう思いますね、うん、まあ国土活用だよね。いやそうなんですよ、だから本当に国土を守っていくっていうことの重要さをもうあらゆる側面から考えていくってことが今一番大事だと思いますよね。水源地とか自衛隊の基地や駐屯地の周りの土地なんかもどんどん買われて、そうそうそう、危ないですからね。ありますよね、うん、まあそういう意味では来年ですね、はい、まあ大きなやっぱりそういう危機の中でどういうふうに日本人がね進んでいくかっていう、大変その問いはね重たい問いが私はあると思いますしね。私はね来年を起点にしてね、うん、東京オリンピックまでの3年間、うん、もう私あまり西暦使いたくないけど東京オリンピックの時に言語何年か分かりませんから、うんうん、まあ一応2020年とすると、うん、この3年間を我々がどう過ごすかによって、うん、その後の日本のいろんなあれが決まってくると思いますね。そうですね。では最後にお知らせです。